軽量でシンプルなタックルを使って身近な釣り場で楽しめることから大人気のアジング。海水温が低下するこれからの季節は、数サイズとも期待できるハイシーズンに突入し、アングラーのテンションもヒートアップしていく。今回は熊本県の天草を舞台に、この番組ではおなじみとなった萩原徹が明るい時間帯のデーゲームを主体にアジングの魅力を解説する。今回のルアパラ九州 TV は熊本県天草のアジングをお届けしています。おはようございます、リオの萩原です。さあ今回はですね、熊本県は天草、もう見てわかるようにこれハイヤ大橋ですね、牛深の方に来ております。それでね、秋口から冬場にかけて楽しめるライトゲーム、なおかつアジング、これをね今日はやっていきたいと思います。で今回も前田くんに来てもらってます。おはようございます、こちらはアクスフィールドスタッフの前田翔成です。硬いですね、いつも通りというわけでですね、今回は今年ねちょっとアジがね、なかなかサイズが上がらないとかね、数釣れないっていうことをよく聞くんですが、サイズ、これにこだわってね、この新製品のデリこれですね、これを使って釣りをしていきます。まあどっちが大きいの釣るか勝負ですね、今回は勝負ですね、はい、というわけで楽しく釣りをしていきたいと思います、よろしくお願いします。はい、でね早速ですけど、今ハイヤーのねちょうどこう絞れてるところっていうよりはちょっとオープンになってるエリアの方の水深があるところ、まあなぜかというと今ね土管町間際の下げ気味の時なので、ちょっと水深がないので、ちょっとでも水深のある方に大きいのいないかなと思って、この開けてるオープンエリアの方ですね、で釣りをしてみたいと思いますが、まあ見た感じ何もいないっていうね、そうアジっぽいのは今ここのエリアでは見えないかな、でベイトもまだそんなにいないんですよね。例年であればこれぐらいのシーズンだとこうちっちゃいねイワシとかのね稚魚が結構水面のところピチャピチャいる時期なんですけど、今年全体的にこう海水温もまだ高いのかあんまり見えないんで、まあとりあえず探りながらテンポよくアジを見つけていきます。でまあ使うのはこちらデリーね、新製品のデリーですね、のイワシ1個クリアベースです。まあなぜかというとこの冬場どんどん水温が下がってくると水がねどんどんクリアになってくるんで、よりナチュラルにあまり刺激をしすぎない程度な感じでクリア系選択しています。でスナイプヘッドの方はね M サイズの 1.5、まあ、水深があるエリアなんで、とりあえず遠投でテンポよくどのレンジに魚がいるか、これを見つけていきます。でロッドの方はですね、今プロトタイプテスト中のリアクトのね58ってやつですね、まあ、50のロングバージョンっていう感じ、ファーストテーパー気味のロッドになります。じゃあ早速これで狙っていきましょうか、久々だ、楽しみだね。じゃあ1投目、とりあえず正面ぐらい、結構このまだねローライト、今日ローライトなんで釣りやすいですけど、日中はねいい場所さえ見つけてしまえばね、とりあえず連発っていうのもあるんで、まあこれ今のは嫌だな、嫌な当たり方だったな、ほらボコボコ、もうこうねボコボコになっちゃうんですよ一投で、ね、こうなった時どうするか、ここやらないです、ね、すぐまたフグの餌食になっちゃうんでね、ちょっともうちょっとだけ移動しよう。ちょっとですねポイントをねこう小さい漁港の方に来てみようかなと思ったらですね、大好きな豆味の巣を見つけてしまったので、ちょっと狙うしかないですねこれはね。なので今 1.5 とかついてるけど、もう浮いててぐるぐるいるんで、結構浮いてるから 0.5g、 スナイペットの S の 0.5 に、ど
りあえず反応を見るためにバーにイワシっこクリア系に行きます。やっぱりこう速い流れの中にはこういない感じですよね。で多分やる気あるのは速い流れとこのよどみのエッジについてるはずなんですよね。なので足元で見えるやつよりはちょっと速い流れの中にいる餌が流れてくるの多分待ってるであろうっていうサイズの味から狙う感じにしますね。バーニーのイワシッコクリアベースブルーラメスナイペットの S の 0.5。 それでちょっとだけ投げて、おーすげー、萩原狙い通りにヒット。いやちょっと可愛いサイズだけど綺麗な味ですね。よいしょ、ほら、このサイズがね、もう一面。じゃあちょっとね、もう一回速い方に入れてカーブホールで沈めていく。型は小ぶりだがアジがたまる場所で連発を試みる萩原で、シェイクしながら沈めてってあげる感じ。すごいね、要は流れてくる餌をね、こう待ってるんですよ、ここで。ほら、ほら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 、ほら来た。ほらね、こうやって流れてくる餌をこのな淀みの中で待ってて、その中でやる気のやつがこう来て、面白いですね。だから日中のね、こうデイゲームのアジングはね、こういうのをね見て釣ることもできるし、いろんな誘い方試すこともできるんで、ぜひやってみてください。楽しいから。明らかに足元の手前にいるやつはやる気ないんですよね。で、やる気のあるのはどこにいるかというと、ちょっと大きめ。ね、こうやって釣れるんですね。しっかりと。ながら釣ることができる、楽しい。ね、サイズはね小さいけど、やっぱこう見ながら釣れる味ってなかなかできないからね。デイゲームではぜひ見つけたらやってみてください。あ、はい、入れ食いだ。楽しい、やめらんない。大きいの狙わなきゃいけないけどやめらんない。さらに続けて、やばい、もうずっと入れる、ずっと釣れちゃう、大変、どうしよう。全部このサイズだけど、吐き出す速度は相変わらず速いね。アジ、よいしょよいしょよいしょ、大量だ。アジフライ、アジフライゲット。その後も当たりは止まらず、これでもかとヒットを連発させる萩原。やばい、やめられない。まあね、ちょっと大きい味は今のところ見えないので、要はですね、これ今状況的に言うとこう浮いてる味なんですよね。そこにべったりくっついてるというよりは、水面下1メーターから2メーター以内のところにこう漂ってるように泳いでるような感じなので、そこのレンジを少しでもキープするために軽いジゲットを選んだ感じ。これ 1g とか 1.5 とかでやっちゃうと、レンジをねスッとすぐ通過しちゃうんで、なかなかねアジが反応しきれない。でなおかつここ潮が巻いてる状況なので、ゆっくりドリフトしてふわーっと漂わせて流れてくる餌だよっていうのをイメージしながら狙ったり、そうすると連発で毎投毎投釣れちゃう感じですね。はい、
優しい萩原さんがこっちアジいるよって教えてくれたんで僕も来ました、使用するルアーはバニーの UV 赤アミッコ、これを使ってちょっとこう跳ねさせてその後のカーブフォールで狙っていきたいと思います。前田も当たりをキャッチ。バッコシ食べてくれました。イエイ。続けて狙っていると前田連続ヒット。はい、やりました、ヒットルアーはバニーの赤アミッコ、 0.5g のスナイプヘッドにセットして跳ねさせてその後のカーブフォールで食わせました。まだ日が高い時間帯からアジの連続ヒットを楽しんでいる萩原と前田、ユーマズメのサイズアップにもご期待ください。今回のルアパラ九州 TV は熊本県天草のアジングをお届けしています。はい、結構ね、まあ、豆サイズ20センチ弱のサイズのアジ結構多いんですけど、ちょっとワームはねデリの方に変えてサイズアップできるかどうかちょっと狙ってみます。まあちょっと見てくる限りで言うと、その豆アジのねちょっと下のレンジにワンサイズぐらいちょっと大きめのやつも何匹か見えるので、まあ豆をかわすためにちょっとデリ使ってますね。ただめちゃめちゃいるので先に食われちゃう可能性も多いけど、まあ、普通にキャストして沈めていくだけです。とりあえずで今ね釣れてるレンジがだいたい8カウントぐらいのところまでは豆なんですけど、それよりちょっと下10から12ぐらいまで落としてあげて誘いを入れてあげると。ちょっとサイズいいかも。これワームのねサイズは上げてあげてちょっと大きめ狙ってあげたらね、ちょっとだけワンサイズ大きいですね。せーの、よいしょ、ほらほら、バレないところにかかってます。ほらね、さっきの豆よりも25センチぐらいかな、ね、ワンサイズアップ。やっぱりこうワームのね大きさ、シルエットと波動、これで豆アジをかわしてワンサイズ大きいアジ釣ることできますね。海底をもぞ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 とこうもぞもぞと舐め回すようにトレースしてきた方がワンサイズいい当たりがぽい当たりは多い。ただ吸い込みがめちゃ弱いっていう、狙ってるのはそこなんですよ。その反転流のところなんですよ。沖は速くてこれ回ってる潮の境目なんですよね狙いは。でそこまでにリグをしっかりこう送り込もうとすると結構右に投げないといけないんですよ。でこれ結構払い出してるような潮なのでこう払い出てくるんですね。当たったのはこうやってぐる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 回ってるような感じなので、なるべく右側に投げる。でも巻かずに一気にレンジを下げていく。この時ロッド闇雲をこう立てるよりも糸見ながらロッドの角度をね調整していってリグ自体をどんどん沈めていく。でその時も今もこう上の方でねちっちゃいツンツンっていう小さいあたりは結構あるんですけど、それも我慢して無視。それは今こう手前で釣れる小さいサイズのアジなのでそれを無視してこの今払い出てる沖側の潮の境目にいるであろうワンサイズ大きいアジを狙ってる。
今ちょうどソロコウの狙いらへんのポイントのところまで糸が角度があるんで、この辺から誘い入れてあげる。よしよしよし、ちょっといいサイズだかな。よしよしよし、ちょっと重い引きだからワンサイズ上がったかな。おお、やっぱりお気に入るね、ワンサイズでかいのは。ほら、いたよ。よいしょ、ほら、ね、やっぱりいいのはお気に入りますよ。だほらほら、ね、この時期、今の状況のこの時期にしてはいい味、しかもいいとこかかってますよ、ほら。読み通り、やや沖に投げて両肩をヒットさせた萩原。大ところにもスパッと。いい味、読み通り。まあ豆がいてもこうワンサイズ大きいのは狙えば必ず釣れちゃいますよ。前田もヒット。やったー、おお。おー、サイズアップしたっぽいですよ。そうでもないか。あ、そうでもない。ああ、ちょっとさっきまでのよりはサイズアップです。僕もワームをデリーに変えて、でボトムをボトムにつけてふわって上げて、またボトムに落とすを繰り返してたらコンって当たってくれました。やがて夕間詰めを迎えたところで、漁港内にアジの強烈なボイルが発生した。全部アジやば、もうすごいですよ。見てくださいね、こうでしょ、もうここアジだらけなんですよ。置いとくだけでほら釣れる、ね、これが夕間詰めのチャンスってやつですよ。ほらちょっとほら、もうすごいでしょ。面白いですね、アジの習性。明るいうちだともう丸見えだから、ほら、はいどうぞ、はい、ほら釣れたね、こういう状態、ずっとこの流れの中に漂ってくるベイトを食べるんで、こうやって釣れちゃうわけですよ。それを演出する、しっかりと、ほら食わせないように、半分ワームのテールをね上に上げといてあげて、それでもこうやって加えてくれてる。もうこれがもうまさに超高活性ってやつです ね。これが潮がこの港の中ぐわーっと入ってきて、ベイトが入って、それについて味も入ってくる。そうするとこの状況になる。ほらほらね、半分浮いてても食ってくれるでしょ、ね、このが本当の超入れ食いパターンですね。ね、釣ろうと思えばちょっとだけ沈めればすぐ釣れちゃう。ほらほら釣れた、ね、これはこれで面白いけど、こう観察するには最高ですけどね。アジングとしてはちょっと釣れすぎちゃうね、物足りない。どうやったら味っていうか、どれぐらい活性高い時早い反転で食うのかなとか、そういうの研究にはなるんで、実に面白いですね。これだけ狂ってる状況の本当のベイトパターンでいうと、巻きが本当に効果的です。なので巻きでね使いやすいピピンの方にワーム変えました、ね、ストレートタイプのピピン。これ巻くだけで微波動が出るんで、もう本当に簡単、こう投げるでしょ、着水したら、まあ、巻くだけ。ほら釣れた、ただ巻きです、ね、なんでこれ効果的かというと、まあ、逃げてるベイトフィッシュのイワシとかそういうのがもう本当小さいテールのねピピピピピっていう微波動だけで横に泳ぐじゃないですか。それにね今すごい反応してる状況なんですよね、このアジがね。なので投げて巻くだけ、それでこうやって釣れちゃうね。こうやってもう一回いきますね、この状態。ほんとちょい投げでいいです、ちょんって投げて
竿はいつでも合わせやすい角度にして、これ巻くだけ。そっか、ほらずれた。もう巻くだけです。あ、踏ん張れちゃった。あ、ずれたぞ。おろ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 、ね、投げて巻くだけ。巻くだけでもストレートのこのピピンはビハード、手入れがピピピピピプル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 って小刻みに、ね、動いてくれるんで、それでこうやって食っちゃうわけですね。これが本当のベイトフィッシュの巻きパターンってやつ。お疲れ様です。まだちょっと後ろで魚釣りしてる人がいるんですけど、今日はここら辺で終わりにしたいと思います。昼から今日はデイアジングで豆アジとたくさん遊んだり、この新製品のデリー使ってサイズアップ狙ったりと、すごい楽しい一日でした。まだまだ今からアジングのハイシーズンに入りますんで、皆さんもデイにナイトにぜひ楽しんでみてください。ありがとうございました。ありがとうございました。釣れた？てってれまだまだやめられないね。やっぱりアジング最高だ。釣り場はきれいにして帰ろう。マナーも腕の内。おはようございます。釣り具のポイントのことです。今回はアジングということで、いやアジングが大変面白い季節になってきましたね。ということで今日ですね、ご紹介したい商品、それがこちらですね。ザッと、リアルメソッドの、ライトゲームワームホルダー、こちらですね、と同じくリアルメソッドの、フック&パーツホルダーということで、まずこちらワームホルダーの方なんですけども、ここがあのマグネット式になっております。金属を一切使っておりませんので、まず錆びる部分が一切ありません。ですので、ここマグネットで開けていただくと、このような、袋がですねついております。もう見た通りこのままですね。これでしたらもうパッケージごと収納できますので、どのメーカーのどのワームがあと何本入っているのかっていうのが明確に分かることができます。そして同じくこちらですね、こちらはジグヘッド、あとはライトゲーム用のスナップなんかをですね、同じく、マグネット式になっておりますの で中を開くと、小さめの袋がですねこのようについております。でこれも私よくやるんですけども、ボックスの中に以前はですね、ジグヘッドをパラパラとグラムに分けてこう置いてたんですけども、移動をしているとですね、こっちの部屋のジグヘッドがこっちの部屋に移り、こっちの部屋のジグヘッドがこっちに移りみたいなですね、結局これが何グラムのジグヘッドなのかがですね分からなくなると、非常にアジングでは致命傷なことをですねやっておりまして、ただこちらに変えることによってですね、どのメーカーの何グラムのアジングのジグヘッドがあと何本入ってるかと、もう一目瞭然にですね収納することができます。で、この2つですね、色違いもちゃんとご準備しております。ブラックですね、このブラックとホワイトの2色、設定されておりますので、アジングシーズン、大変おすすめの商品ですので、ぜひいかがでしょうか。本日もご覧いただきありがとうございました。最後はこちらで締めたいと思います。1に安全、2にマナー、3に仕掛けはポイントで、ということで来週もお楽しみに。